横浜国立大学の田村です。愛写真があるというようなところは伝えてはないと思います。スポーツ経験がある方が多いんですか？社員の方もバリバリ走られてる方がいらっしゃったりだとか、まあ、一番山だった大変だったっていうところでは、やはりその最終面接の対面。就活会議。こんばんは、就活会議の徳田氏です。今回はスポーツ用品ブランドアシックスの新卒採用について伺っていきます。内定者の田村さんです。本日よろしくお願いします。横浜国立大学の田村です。私は主に技術系の人間として、まあ、そういったその理系の職種、ものづくりっていうところをメインに就職活動してきました。本日はよろしくお願いいたします。今回はアシックスに内定を持っている田村さんに、実際にどのような面接を受けてきたのか、さらに選考通過、高評価を獲得する秘訣についても伺っていきます。また、今日この動画を最後までご視聴された方限定で、選考突破につながるアシックス内定者の模範解答をまとめたと豪華特典をプレゼントいたしますので、ぜひ最後までご確認ください。では早速お話を伺っていきたいと思います。今回、まあ、スポーツ用品ブランドでもあり、まあ、結構入手が難しい有名企業ランキングでもかなり上位に入ってくるアシックスさんではありますが、今回この企業をなぜ受験しようと思ったんですか？僕がずっと陸上をやっていたっていうところもあって、非常に靴に興味がありました。まあ、そういったところで、まあ、その自分がやってきた好きなところっていうのを、何かものづくりで世の中に貢献できたらなっていう思いで、まあ、シックスは受けさせていただきました。ちなみに今回内定まで至っているということなので、実際の選考フローに関しても伺ってもいいですか？まず3月から募集が始まりまして、エントリーシートの提出で、そこから1ヶ月後ほど後ぐらいに連絡をいただきまして、一次面接で、その後にウェブテストを受けて、最後、対面で最終面接がありました。結構シンプルな選考だなという印象なんですが、はい、この中でも一番重要だなと、山となる選考でいうと何になりますか？そうですね、まあ、一番山だった大変だったっていうところでは、やはりその最終面接の対面であったと思いますね。なんでこの最終面接が一番こう難しい印象でしたか？かなり大人数の役職の高い方々が一つの部屋にいらっしゃって、まあ、そこの前でパワーポイントで研究の発表をして、その方々から質問をいただくっていう、想像するだけで緊張するような状態だと思うんですけど、まあ、それで本当に緊張感も高くて、でもどんどん端的に質問が飛んでくるという形だったので、まあ、非常に緊張もしましたし、大変でしたね。何名か5名くらいこう役職疲れてる方がいらっしゃって、はい、誰か1人から聞かれるっていう感じだったか、もう至る方向からこう聞かれていくのかというと、なんかどんな感じだったんですか？はい、それについてはその方々が挙手をされて、それで質問が飛んでくるというような、何回か飛んでくるような形でしたね。ちなみに具体的にはどういった質問が来るような印象でしたか？そうですね、やはりその最初に自分たちが研究の発表をしているので、でそこについてまず質問が何個かいただきまして、それが一旦落ち着いたら、まあ、そのエントリーシートなどの内容から、その志望動機の深掘りであったり、まあ、そういったところを何点か聞かれて、まあ、あまり一人に対する時間も長くなかったので、そんなに多くはなかったんですけど、まあ、そのあたりを端的に聞かれて終了という形でしたね。ちなみに結構いろんなこうアシックスを受験された学生さんからのこう口コミから、どんなシューズを開発したいですかみたいな質問をされるっていう風に体験したんですけど、実際こういった質問ってされるんですか？最終面接ではそういった質問はなかったんですけど、まあ、その一次面接で、まあ、僕がその陸上やっていて靴を作りたいっていうところをアピールしたので、まあ、そういったどういう靴みたいな話には、まあ、結構一次面接は和やかな雰囲気だったので、まあ、そういった笑顔がありながらの会話はありましたね。自分がどういったものを作りたいのかっていうところは具体的に考えておく必要があるっていう感じですね。そうですね、それはあって損はないと思いますね。ちなみに冒頭でその陸上経験があったっていう話でもあったと思うんですけど、はい、このアシックスさんの内定者ってスポーツ経験がある方が多いんですか？就活会議と旬ダイアリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。アシックスさんの内定者ってスポーツ経験がある方が多いんですか？
いや、ちょっとそこまで具体的には分からないんですけど、まあ、ただやってそうというか、すごいスポーツ好きそうな方もいらっしゃいましたし、まあ、社員の方ともお話しする機会があったんですけど、まあ、社員の方もバリバリ走られてる方がいらっしゃったりだとか、あのお昼休みもすごいスポーツもされているみたいなので、まあ、そのスポーツを好きっていうのはやはり皆さんあるところなのかなっていうのは感じますけど、まあ、そういったところが面接で聞かれるかどうかって言われると聞かれはしないので、まあ、そのないとダメっていうわけでもないのかなと思いますね。でもまあちょっとこうアピールポイントとしてスポーツ経験がある人はちょっと押しておいた方がプラスかなっていう感じなんですかね。そうですね。ちなみに、まあ、ちょっと内定者と共通項というところでちょっとスポーツ経験があるのかないのかみたいなところはちょっと今伺ったんですけども、なんかその他に内定者と共通項で感じられた部分があれば伺いたいんですが、いかがですか。そうですね。やはりその内定者の共通項としては、まあスポーツをやってるやってないっていうところとちょっと関わりがあるかもしれないんですけど、結構ハキハキした方が多かったなっていうのはすごい印象的で、他の会社のよりもすごいやはりその、まあ体育会系というまでではないと思うんですけど、すごい元気があるというか、面接受けられてる方も皆さんそのハキハキとお話をされているなっていう印象はありましたね。それはもう技術職でも同様に結構明るくハキハキお話しされる方は多かったんですかね。まあそうですね。僕技術職の人しか知らないので、まあその少なくとも技術職の人たちはそういった方が多かったですね。まあ、今コミュニケーション部分での明るさみたいなところをお話しいただいたと思うんですけれど、実際になんか志望動機にこの会社への愛みたいなところって伝えるべきなのか、口コミによっては愛写真は必要ないみたいなところも伺ったりはするんですけど、実際この志望動機の内容ってどうされてました？そうですね、僕はもう本当に志望動機のところで愛写真があるというようなところは伝えてはないと思います。でもただまあその企業のことを研究させていただきながら、まあその僕は本当にどういった靴を作りたいってところをお話しさせていただいてたので、会社さんのその技術というかそういったところは勉強しながらエントリーシートだったり面接に、まあ、自衛隊行きました。じゃあなんか例えばこうよくある企業理念に共感したからみたいなところは最悪なくても、どちらかというとこう自分のやりたいこととか、例えばこう企業のやっていることに対して自分がどういうふうに共鳴できて活かせそうかみたいな、そっちをアピールしていければ大丈夫っていう感じなんですかね。あ、そうですね。そういったところは非常に重要だと思います。まあ、ただその企業理念に共感したっていうところも、まあ、重要ではあるところだと思うので、まあ、そっちがいらないっていうわけではない。ちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、でも愛写真がたくさん必要だっていうほどではないのかなっていうふうには感じました。じゃあちょっと自分のやってきた経験と、まあ、企業のやっていることとのマッチ度みたいなところを整理して、こう明るくハキハキと伝えていければ大丈夫っていう。そうですね。それなんですかね。ちょっと最後になってくるんですけども、これからアシックスの選考に挑戦しようと思っている学生にも一言お願いできればと思います。かなり最後の面接も緊張感があったりだとか、まあ、結構その期間的にも長丁場な戦いではあったので、まあ、非常に大変な選考にはなるかと思うんですけど、まあ、しっかりと元気よく日々自分が取り組んでいる研究であったり、まあ、そういったところを頑張りながら頑張ってることをしっかりと伝えて、まあ、いけば内定が取れると思うので、まあ、ぜひ頑張ってください。本日はアシックス内定者の田村さんにお話を伺いました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日はアシックス内定者の田村さんにお話を伺ってきました。これからアシックスに挑戦しようと思っている学生はぜひ今日の動画をご活用ください。さてここまで視聴してくださった皆さんに豪華特典があります。特典1、内定者の模範解答まとめです。今日お話しした内容の他にさらに具体的なインターンから本選考の模範解答を全てまとめております。過去分から最新の情報まで全て掲載しておりますので、ぜひ就活対策にご活用ください。特典2、旬ダイアリーと共同開発した自己分析ツールです。たった3分の回答と簡単な登録だけで皆さんの傾向というのが全てわかる超画期的ツールです。操作も簡単で使いやすいツールとなっているので、ぜひ使ってみてください。特典3、現役社員による企業の実態まとめです。今回は現役就活生からお話を伺いましたが、実際に勤められている社員の声をまとめました。業務内容だけでなく社風、キャリア、福利厚生など内部の人だけが知っている情報を全てまとめております。全て概要欄の上の方に掲載しておりますので、ぜひご確認ください。また次回も皆さんの就活の役に立つリアルな情報をお届けします。見逃したくないという方はぜひチャンネル登録と通知ボタンお忘れなくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画がいいなと思った方は高評価ボタンポチッお願いします。では次回の動画でもお会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。またこちらの画像をクリックするとあなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますので、ぜひ試してみてください。